山宏のピカイチラジオ。え、金曜日夜9時を回りました。皆さんいかがお過ごしでしょうか。こんばんは山宏です。こんばんは吉本新喜劇のスッチーです。こんばんはアナウンサーの古川恵子です。はい、今週も始まりましたですね。はい。よろしくお願いいたします。ますよろしくはよろしくはまあ縁ええやけれど。はい。あれさ、あのシャワートイレのあの選手。はい。 あの何て言い方したね、のあれはシャワー付きトイレのあのニューッとノズルが出てくるあの部分がお尻洗うやつがそのんか綺麗かどうかっていうのを確認せなあかんとかって言ってたやん僕はね先週の終わりはそんな終わり方でした俺やってみていいんやん家で確認できへんであんなが できっててから見てもダメなんですよだから若干ね浮かしといてくださいよ若干浮かすよはいでもあの完全にパン外したら、うん、今のって反応しないのであの重みで人間が座ってるよというのでああのノズルが出る出えへんの多分感知してると思うんですよだからね、はい、僕もそれは思ってたんで、はい、ちょっとだけ浮かした状態で、はい、手で押さえつつ、ね、手で押さえつつ、はい、そして止まる のボタンにはもう手当てとかなあかん、はい、って言うからそ,うそ,うそこにはちゃんと注意も払いながら、はいえー、スタート押したんですけど、はい、こう電気 <laughs> の中に顔を入れようとしたら <laughs> 真っ暗やねや<っ>トイレ暗いんじゃう違うよトイレの電気を頭が自,自分の影で はあ、詐って。だ、まっすぐやりすぎなんちゃいます。だから僕はあのー、片方にお尻の重心を置いて、片方に手を置いて、もう言うたらもうちハングオン、あのバイクのレーサーがカーブ曲がる時みたいな、うん、もうほぼハングオン状態でこみますから。<laughs> そんなに言わへんかったよんか。そっきこむというよりは足上げる。<laughs> そう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 。すみませんこの話。うん 途中で終わって多分その足上げるくだりはおまけの動画のところで喋ってたんじゃないですかね。うん、そうですちょっとおさらいしますとのっけから何を言ってるかというと先週の「これどやねん」でよそのシャワートイレを使えるかと女性は使えない人が多い男性は平気な人が多いけど3人はどうですか僕はもう全然平気っとも全然平気、うん 僕はあの、見ますよと、結構汚れてる時ありますよと。そんなん、なんでわかんのっていうたら、出かけた時に見るんやって。はい。なんか、その、その辺までは喋ったんですけど、具体的にどうやって見るかについては。動画の部分で多分やってたので。動画の部分でスッチが、その。止まるっていうところに、手をかけ。かけとかんと。出てしまうから、かかっちゃうからね。水がね。 だから僕は止まるにしに指で押さえてあてがいながらスタート押してそして見ようと思ってパッて見た瞬間便器の中が真っ暗やからそうでですよね自分でね怖くなってきて怖くなってきてないい別にそ,そんなんだったらいつ出てきてるか分からへんから、はい、いつストップを押していいか分からへんしまああのー、実際真っ暗やったらノズルの状況もね分からないわけですから。う したもんかなぁ。あれは難しいぞ。確かに難しいですね。テクニックが、うん、結構。僕もあのー、長年培ったもんですから、長年かかって。技を。技を。でも僕はあのー、地主さんなんで、やっぱり基本あのー。 お尻周りはちゃんとしとかんとだめなんでよそ、はいはい、でもやっぱりちゃんとしたいんですね、はい、ボシュレットがあるかないかでちょっとはもう家帰ってからうんこしようかなとか考えるぐらいですからできればちゃんとやってほしいんですけどあのもう一つねこれ機種によって違うんですけどあの便座に座らない状態でもねちょっと手間かかりますよ、うん、あのノズルを洗浄するボタンがあるんですよ。 大体ね一回パコッと開けると開けたりとかあるんですけどそのボタンを押すとノズルがナナナナンと出てきましてシャワーがビヨンと出るんじゃなくてノズルに沿ってと出るるパターンもあんですよこれはなぜ言わなかったのかというと多分それぞれの機種で違いがあるのでリスナーの皆さんを混乱させてはいけないなと瞬時に思ったんですけどもしどうしても。 確認ができないと、うん、あのハングオンできないという方はちょっとそれを <laughs>、うん、まあだからちょっと、あのー、余裕がある時ねもうあかんもうギリギリやっていう時も言うてられないんででもそれは使える機能がついてればの話やんな、はい、でもほとんどついてるはずですそう、うん、ただねそのみんなが使うようなとこはそういうのをみんなが触れないようにしてあるだけ、うん、してる,可能性るなかとこみたいな。な ああ、はい、そうやな。の時もあります。あれはなかなかね難しいわ。<laughs> <laughs> そうか,だかもしそれがあれでしたら、あのー、ティッシュペーパーまず入りましたら、うんあのー、ちょっとよけめにくるくるくるっと取って、まあ、まあ本ほど取ったらダメですよ、うん、もったいないですから、うん、と取るもしくは自分のティッシュペーパー自分のティッシュペーパーって流れへんなったらあかんな、はい、トイレットペーパーをくるくるっとします洗面所に行ってちょんちょんとだけ水を浸します、はい、ほんで用、えー、を足した後にそにちょっとノズル怖いなって思ったら、うん、それで。 ひた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 と。なるほど、即席ウエットティッシュを作る。それで。それで、まあ、ちょっとはマシです。服。ノズルを拭くの。違います。自分のお尻です。ノズルを使わずに。それで。じゃ、あと、シャワーは使わないの。そうです。あの、怖かったらね。怖いが見たことないから。それがわからない。僕はもう怖いの見たことがあるので。わあ、言うて。 場所は言えないですけど「<ー>おいおいと」と、ね、突き刺さったんかっていうやつね <laughs> どうなんか突き刺さったんやろうあの突き刺さるようなノズルは見たことないんですけど <laughs> まるで突き刺さったかのような色になってんの。<laughs> のううん、そう だから突き刺さるもしくはそうあのこちらがフワーッと出して垂直に降りていってるものに横から突き刺さったのかなとか <laughs> もしくはもうその上にストーンと乗せたのかなとかふ<ー>布団ほしたようにフワッとサッとこう,いやいやうでも俺そこまで言われたらやっぱり見たいわ <laughs> そのノズルそのものを。うん、ってことは口頭テクニックを、はい、マスターせんとあかんわけ 判決、判あのー、どちらか浮かしてどちらかを手で押さえて、手で、まあ、でも今のは大概ノズルが出る時にシャレシャレシャレっと洗うやつもあるし、うん、ノズルが閉まってから一変ウヤーンと水が流れるのもあるんですよ。うん、ね。大概そう洗浄はしてるんですよ。うん、でしょ。結局要はそのあのー、怖さがあるからみんな大丈夫かっていうのでその機能が生まれたと思うんですよ。でしょう。はい。せやけどその水流では ちょっと大丈夫かっていうぐらいの僕見たことがあるので <laughs> <ー>でやっぱその水流をうまいことこう逃げ寄るやつねは<ー>、はい、を見たので僕ら、見てしまったからやっぱりちゃんとしとこうというので<ー>、うん、そうか、うん、なるほど、ね、であともう一つは言うてたのはこれはあの親父に言うたかなそのどうしても洗いたいって思うんやったらちょっといつもよりもお尻クッと締め気味で<ー>、うん、あまり基本その <laughs> 中に粘膜に入れないもう表面の皮膚だけ洗うというまあだからそれはもう割り切りやよね一つのただそれやと洗い切れてない洗い切れてないありますので繰り返しですねあの一旦表面をカッと閉めた状態でフワー洗うその後といっぺん止めるほんでもっぺんティッシュで拭くほなまだ汚れついてますよねほんでもっぺんまた閉めながら洗うでもっぺん拭くみたいな繰り返すのそれね しかないですね。なんか貴重名やな。やっぱりあの地主さんなんで、ちょっとでも気抜いたら。あ、そう。今日買ってやってみるよ。やってやってください。やってみるよ。まずは家のあのあれで訓練した練習してね。ちゃんと見てくださいね。だいぶ覗き込まな感ような気がする。しかもさ、その口頭テクニックで判決にした場合。 片方だけに、はい、あの体重が乗る形になるじゃないですか。で、はい、はい、そうすると、便座がパリッと。パリッとはならない。そこまで完全にあの足浮かすわけじゃないじゃないですか。うん、ね。え、ないじゃないですかって、僕、そこまで分かれへんけど。<laughs> だから、あの完全に言う要は、その浮かす方はちょっと浮きますけど。うんうん、軸足となる方は、地面にこうついてるわけでしょうん。ょうんうん、だ、そこにグッとちゃんと力入れとけば。 おけつに力を入れるんじゃなくて踏ん張る方の足に力を入れておけつは肩けつは肩けつ肩けつ肩ももですね肩ももはちょっと添える程度で左手でちょっとこうくえて半合ンの状態でバンあったらかなり早早早いいいでですすよ勝負ですよ ただスタートボタンを押した時にすぐには出てこないですよねすぐ出てこないです、はい、反応したからだからもう出始めであのある程度ちゃんともう判断してください、ね、ってことはほんまに前かがみやそう,そういうことです奥を見ようと思ったらでも出始めだけで「あっ!」とか思ってもダメやからあのある程度ノズルのあの 水が吹き出し口あれじゃないですか、うん、水の吹き出し口うん、うん、あれを確認した時でパーンとこうそうやな、ねはいよは吹き出し口さえきれいやったらまあまあ大丈夫やもんね、はい、その後ろになんかドカッとっまあ気持ち的にちょっと嫌ですけど見てしまうからやめてしまうとねそうですかじゃあもう一回こんな2週にわたってやるとは思いませんでしたけどね,ね <laughs> あのー、メーカーさんのねあのー あれがありますから言うときますけど今のはちゃんとしてますよ基本ねだもう使う方の問題が使う方の問題でなかなか荒っぽい使い方をされる方もおるのでそういう突き刺さったりする場合がごくごく稀にというただそのごくごく稀にを僕は一遍見てしまったのでここまで言うてるよとであまりその神経質になってもあれですけどあのどっちやねんとねこれどやねんって言われたから言ってるであって 以上専門家の <laughs>、はい、スッチーさんがそらねメーカーのね、あのー、商品開発の人らは、ね、いろんなことを想定して、うんね、トラブルもあったやろうしね、はい、だから実際に「これ突き刺さるのかな?」とか「うん、ちょっとやってみ」と「うん、よし今今出てますわちょっと押してください」言うて突き刺し実験をしたと思いますそうかなしてると思いますよ だからノズルはとんがってないいのはそういうこととですよとんがったら入っていきようか <laughs> ええー、あれ四角いうかまあそうやよな言うてもこう平らになってる平らになってるよなこれもしとんがってたらクーッと入っていく <laughs>、うん、でもこれ平らにしてたらもう押す、うん、おいやめてくれっていう <laughs> じゃその今のくだりは <laughs>、はい 推測やろ推測ですよそんな尖ってるやつなんてただ我々が思ってる以上にいろんなことを想定してこういう電化製品って何百回とテストしてねしてると思うこれは多分日本が一番やろうね一番です言いますよねこれはこれね僕ねいろいろ調べたことがあるん僕ね本当にこのトイレトイレパーないかシャワー付きトイレってすごいなって僕思って でなぜその全世界で普及してへんのかとかっていうのをいろいろ見てたらやっぱりヨーロッパの方とかでは水の質とかもあるしあとはそのトイレの横にも洗う用のまた別のはははいいいそういうのも併設されてたりとかそこうやはいあとはその住宅の事情があってもう古い建物があって新たにその なんていうんですか、水道管をそのウォシュレット用、ウォシュレットにまシャワートイレ用にね、モペンこう作り直さなあかんかったりとか、へ<ー>でいろいろその普及しないっていう理由があるんですって。あそうなん。<ー>だからやっぱり日本のメーカーさんも何とかこれ世界的にということで、うん、あのそういうあまり普及してない国なんかではあの新たに立つホテルなんかで。 こんなの使ってもらえへんかなみたいな新たに建てるとこやったらもうポンといけるいもう最初からやからねそう、はい、まあっていうことをしてるとかいうのを僕記事で読んだことがあるんですけえらい研究熱心に調べましたね<や>それはでもやっぱり日本の技術すごいいじゃなしかもその最初に出てきた時よりも水の感じも全然良くなってるし、うん、本当にあに最初はもう針金のような細い水やったのが徐々にこう 玉のようなね、あ、玉っていうんですか。玉というか。水が、<laughs> 水がね、水はまあ言うたら、ザーッとは出てきてるはずなんやけど。玉、はい、の,のように。玉のように。だから当たり方も柔らかいし。当たり。も柔らかい。だからそれもすごいいろいろ試験したと思います。水を飛ばす。穴の大きさとか、数とかね。そう でムーブがあるのかないのか僕よう言ってるんですけどムーブがないかったら自分でムーブしてる時ほど情けない動かすんやろケツガー動かしてるやるそれはあれも情けないなと思いながら誰も見てないやんそんなんでもなんかね人生の中で俺何分ムーブすんのやろって思ったらトータルほら寝てる時間は人生の3分の1ですよとか言うじゃないですかはい だからもう生まれた時からそういうシャワー付きトイレがあるので育った人は大体80歳ぐらい生きるとしたらもしかしたらもう6時間ぐらいムーブしてんのかなとかまあそう思ったらその無駄なムーブの時間をとかいろいろ考えたらムーブ付きの方がいいかなとか感想はいるのかいらんのかとか、ねあのー、パワーダッシュはいるよねとか、うん、ダッシュはいりますよ。 言いますね。ダッシュすごい。でね、あの <laughs> やった時にね、こう股間の部分をね、ふわっとこうね。よくあの面接の時に、あの足のこの膝と膝の間に握りこぶし何個分でした？一つ、はい？そうですね。まあ一個分ですよね、はいうん。とか、まあトイレしてる時き二つぐらい開けてたりするじゃないですか。うん、ちょっと開く。ね、うん、でもそこから全部ふわ上がってきるんですよ。それを完全にピチャッと閉じるでしょ。はいはい、ほんでパワーダッシュをしてたら、うん、まあ匂いしない。 ほんまでするいや蓋する言うてもパワーダッシュ押してても、うん、やっぱり上から逃げてきてたらそもう吸い込む力もう頑張ってますけどす、うん、だからやっぱパワーダッシュと一緒にこういうあの太もも閉めなさいよとか、うん、だからなんかねそういう、ね、レクチャーするなんかあれがあったら僕行きたいです。いいトイレの仕方 匂いを漏らさない。つまり極めたい。とというこ極めたいですね。本当に。トイレ道っていうのをね。まさかここまで熱く語られると、ちょっと相談しようと思って。はい。あとは。その跳ねないようにする。あの力の入れ方とか。どういうことですか。わっとやると、もうわわわっとなるんですよ。トイレ掃除が大変。わっとっていうのは。あの力をね。だから。例えば、くしゃみなんかでも。女性って。ってするじゃないですか。 でもおっさんでふわふわするでしょうん。唾の飛び散りが全然違,違うでしょ。それと一緒で、うん、あの代弁する時でも、やっぱそれがあるんですよ。うん、もう、それ言うて勢い任せにしたら、そらも。大変なことになりますよ。そうっと、そんなこと考えたこともなかったか。で、見たことあります自分がやった後、便座をもっぺん上げて大丈夫かなって。 えっとその時はもう流してるじゃない流してるでしょ流した後僕絶対毎回見るんですえらーいなぜならばその時に気づかんで後でさあ掃除しようと思った時にはもう固まってるんですよなかなか取れない跳ね返りが跳ね返りが<ー>だからトイレして全部もうこう吐いてえ一旦便座上げます、うん、ほんでそのジャーッと流してる水がまだちょっと出てるでしょ、うん、それでもしなんか周りに飛んでたらトイレットペーパーでちょんちょんちょっと取ってさっと拭いて。 すごいめっちゃきっちりしてるね、うん、でそれをまあ、あのー、流しといた方がいいんですけど、まあ、一人暮らしの場合はそれをいちいち流さんでも次の時に一緒に流せばいいわなっていう、うん、次の人が頻繁に入ってくるようやったらもうちょっと待ってから流すとかこれはもうマナーやな,そ,でな、うん、それを水がもったいないって思うんやったらもううわー流した時にふわってガ、うん、ラガラってやってバーン開けて、うん

ああなたなりにねそれは1回のビャンという流したのでもう便座開けてきれいに掃除してその流したトイレットペーパーもスルンと流れていった時に決まったって決まったですよあそうはい10点満点ですよほんまに先生最近あの節水型が増えてるから流れる時間はだいぶ短くなっていきますね 増えてますけど、はい、あと今多いのは、うん、あのその渦の形状で洗浄していくんですよあれは同じ同じぐらいの水の量なんですけど <laughs> 渦巻いてる時間が長いんですよ滞留時間が、はい、だから水の出る出方がねちょっと特殊なんですよ便器の底の形状が多分違うんですねはい,はい、はい、だから 結構な時間、うんと回っとるんですよ。それやった、らそれを見ながら、ちゃちゃちゃとやって、パーンとやったら、最後に。その拭いた、掃除をしたトイレットペーパーまで。流せる。十点満点。十点満点。エコ。エコ。エコ、そしてトイレ綺麗。トイレは綺麗にせんとダメじゃないですか。まだ、すべてにおいて、いいこと。ですけどね。はい。 便座の裏の羽ってねもう心の緩みですよ、うん、いやそんなことまで言われたらいい表向ききれいにして「あ,あお客さん来ても大丈夫やわトイレきれいな」パッと上から見ただけではそれはなるほどもしそのお客さんが便座ファンと開けたら「うん、あ何やここ爪甘いな」ってなりますわ。はあ 男性は立ってするとき上げますよね。上げるでしょう。だからほとんど僕はもう最近は座ってするようにしたんですよ。そうしてください。それを言われたのね。そうしてください。もう上手にしようとか思ったんですけど、もうもうそれはあかんと。ダメでやっぱりもう羽はすごい飛び散ります。飛び散るから。だからもうそういう観点からしてもやっぱりちゃんとしていかなあかんと。で裏を見えへんから言うて汚れてたらダメだと見えへんところも綺麗にする。以上です。以上トイレット博士すスッチさんでございました。いや綺麗に洗い飛そうですね。綺麗に洗い飛 俺あのさって橋本まなみさんに会うしな番組の収録でへえゲストで来てくれんねやちゃちゃあれまんねんにうわそしらお尻もきれいにしとこうと思って何が分からん何なんすかって何やねんなきれいにしと綺麗にせえだ君やが全部をいやいやきれいにせえと言いましたけど橋本まなみさんは山宏さんのお尻見ませんから分かれへんがな分からへんことあれへんがなえ ほんまにそんなもん分かれへんわどこでどなってひっくり返ってどないなるか分かれへんよ。<laughs> いやなんかつまずいて、うん、そこにたまたまなんかフックみたいなのがあって、うん、ズボンズリーになってケツ、うん、丸出しになってひっくり返って見られることはあっても。そうやろ それその時のこと考えたらもうそないなったらケツきれいも汚いもないですよ赤っ端やもう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 ただただケツさらしたおっさんって言うだけでそうですかいやでも勉強のありましたよトイレ一つでこんなちょいとそうですねまああなたも主婦ですからそうですね主婦ですから掃除はしますけどもトイレは本当にねいろんなものがパンと浮かんだりもしますし何がトイレでなんかこう

今でこそもうそうないと思うんですけど、うん、勢いよくゴボゴボゴっと流れたと思ってあオッケー、OK、やと思ってファンとトイレ出る人おるでしょ。の後もっぺん戻りでうわっと戻ってきた時にちょっと浮いてる時あるんですよ。<laughs> あ,れありますね。 ってなりますからほんまに最後の最後まで流れ切りました水が止まりましたまで見とくべきですよなるほどなその確認ぐらいはしますよほんまに確かにエチケットとしてたまに残ってるの一番気悪いからね気悪いでしょあれ流しもう前の人は流したつもりなんですよゴーン一旦もう姿もう消えてるんですよところがうーッていう戻りでふわっと戻って揺り戻しで帰ってくるの気つけなあかんもうコンビニではい さあやろうか思った時もうそれどころやな全く流してんやと思って <laughs> もうなじゃあしかもな尋常じゃないぐらいのおる,お,るおるやろおるこんだけやったっていう<る>あれほんまにんもうなんかストレスでしょうね <laughs> な<あ>ほんで「苦労したら」ぐらいのそうあれ, <laughs> あれほんまあかんわ。 4年半ぐらいやったことないわっていうぐらいやってるいやあれに関しては「おい!」ってなったら店員さんに言うてこの前入ったやつ防犯カメラかなんかでもう特定して「この人流さない人です」バーンやるべきですよそれぐらいな悪いこっちゃよなわかるやろとびっくりしたわな人ズボン履いてる時に分かってるはずやそやなでもな そこで店員さん呼んできてって言うようなもう余裕なかったわこっちももうギリギリの状態で入ってるからギリギリやもうまらないですねつけど流してでもう便座をまた吹いて綺麗にほんでやった腹立つカだわねでもまあトイレは綺麗にしたいと思います自分はちゃんとしますね。こんな話でもう25分間でぼちぼち 食べることか出すことかで盛り上がりますよね基本いつもねどっちかです大体食べることですけどねだからもう本能にこうまっすぐなラジオですよねそうですねまあそういうことですなかなか皆さんが言えないことを口にしてますからで中盤はもう大人の恋愛でしょうすごいな深夜ラジオやもう今日は言わへんで どち <laughs> もういいかげんも,もうあんまり言うないでほんまにおかび怒ってたもんそれはそうですよもう連発してましたもん <laughs> ね、うんでもね、はい、先週もその前の週も聞いてへん人がいたら教えてあげたいじゃないですか、はい、<laughs> いやまあそうですけど僕ねあのお気づきでしょうかほぼほぼ言うてないんですよ、うん、皆さんが言うてる時にもうポー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 言うてる時に「はい、あアナウンサーの方でやったらまだ義理なんかもな」って。 これ芸人が調子に乗ってファット乗った瞬間になんやーってなったらどうしようというので一応僕がもうもうナイスバランス感覚ですそれはこれはかんぞそれは素晴らしいですだからもう言うのはアナウンサーに任せてくださいのどちんことのどちんぽは同じ意味ですえこれはコージにもちゃんと乗ってますのでフルでやっぱり良いわやっぱりあの。 ふざけてるやんって捉えられるのはやっぱり芸人の方が先じゃないですか,かね。そう心外やね。まあ心外なんですけども、うんうん、でも一応やっぱり、うん、そこははい,、はい、あ,りいありがとうございます。すっきりしました。一日一回言ったらすっきりするちゃいますね。<笑><笑>言いたいだけや <laughs> さあ今日も各コーナーございます、はい、怒りの投稿街中モンスターハンターでは皆さんが街中で目撃した腹立たしいモンスターの報告をお待ちしています、うん、なんかもう今日はすでにたっぷり聞いた気がしますけどねうん、うん、そして 山本社交クラブ皆さんの恋愛の話教えてください、はい、先週もなんかこういうの来ましたね来ましたね<元><の>外国で元カノとあった話ですたねそう,そうですね、はい、やけぼっくりに火がついたとしあ,あのー、クオカード送っておきましたよ <お>今回だけやとっていう、<laughs> 今回だけだと <laughs>、はい、メッセージを添えて、はい、外国宛に、ね、送りました。あ、そうです何にも波が立ってないですよね。素晴らしいね。ね完結したよねあれね。<ー>うん、そしてピカイチ価値観調査これどうやねんでは皆さんがこれどうやねんと思うことをお寄せください。はい、私たち三人がどう思うかお答えいたします。うん、メッセージをご紹介した方には何でもチラチラ映せる大人の黒い手鏡鏡をうまいこと使えませんかね。 鏡鏡を鏡ああこの手か手鏡でんかどっかこう便器の中にちょっと入れといてなんかギリギリね <laughs>、うん、そしたら大体いいノズルの全体像がまあ見られるだからそのノズルが出てくるであろうあたりをう反射で見えるようにしとけか <laughs>、うんとダメですよね。 そうしたらさあのあられもない格好でこうなんか頭突っ込むような <laughs> <laughs> そんな真似せんでもただその時間で言うとね、うんあのー、鏡を用意して角度を調整してでやってるのを考えたら僕の技の方が早いですね、うん、また語り出したやんや自分鏡がいいとか,とか言うから。<laughs> うん そして、山本社交クラブでドロッとしたメッセージをご紹介した方には。<laughs> 山広さんの直筆応援メッセージリクオカードをプレゼントいたします。はい、世界中どこにでもお送りいたします。宛先はメールの方は山アットマーク M. B. S. 一一七九ドットコム。Y. A. M. A. アットマーク M. B. S. 一一七九ドット C. O. M.。ファックスは大阪零六六八零九の九零九零。 大阪零六六八零九の九零九零です。番組の公式ツイッターアットマーク山一一七九、そして公式フェイスブックも見てみてください。皆さんのメッセージお待ちしております。怒りの投稿、街中モンスターハンター。 モンスターペアレントにモンスターペーシェントさらにはモンスターおばちゃんまで現代の世の中にはさまざまなモンスターが出没していますそこで皆さんが街中で目撃したたたしい行動ををるモンスターたちを報告していただきます。札幌からいただきましたまりもさんが見つけたモンスターです。はい 私の住む北海道は年末50年ぶりの大雪が降り交通機関はどこもかしこもストップし事故も多かったのですがそんな日たまたま私も以前から楽しみにしていたお芝居へ行くために新千歳空港にいました空港は当然ながらすべて欠航になり多くの人はため息をつきながらも大人としてのマナーを守り空港での手続きのために並んでいたのです。 なかなか進まないなと思って前を覗いてみると関西弁でまくし立てているおじさんがいましたおじさんは怒りを抑えられなかったのか空港の方に怒鳴っていたのですがやがてそのようなおじさんが何人にもなって怒りを爆発させていたのです周りは困りながらも何も言えないまま時間だけが過ぎていましたそこへ突然かぶせるようにこれまた関西弁の別のグループのおじさんが 文句言っても天気は変わらへんでと大きな声で叫んで空港業務の方を助けていましたそういうこと文句を言いたい気持ちもわからなくはないけれども天気が悪いのは誰のせいでもないんだから、うん、こういう時はマナーを守りながら過ごしてもらいたいものだと思いました、うん、これやっぱ関西弁っていうのはね <laughs> はい。やっぱ強烈やから耳につくしねはい。 よくあかんのかな。あの怒ってなくても怒っているように聞こえるらしいですからね。俺また二人目のおっちゃんはそれにはお上かけてすごいんかなと思ったら今度は逆に回ってたよね。ちゃんと抑えてくれた。言うても一緒な時ありますからね。誰のせいでもない。この間あの京都の祇園で週末やからやっぱ観光客もたくさんいて外国人の人がとにかく多いんで。すよね。あの駐車場に 入る車が結構満車だったので、うん、34台まあ止まって待ってたんですけど、うん、そのうちの途中の1台の人が多分京都のナンバーなかったで,、うん、で道の端に寄せてたら、うん、その駐車場に行かずにまっすぐ通り抜けたい車が通れるんですけども、うん、ちょっと真ん中寄りやったから、うん、そのために。 後ろの方が使えてるんですよ<ー>そしたらその何か使えてる方の3代目やから、あのー、駐車場の入り口から行ったら6代目ぐらいの運転手がブワーして前に来て、うんはい、整理してるおっちゃんに、はい、もうものすごい強烈な関西弁で幕し立て,ててんけど<ー>なんかやっぱり聞いててええもんちゃうよねあれって、うん、で言うたあと本人もちょっとちょっと罰悪そうな感じで。 その時のんちゅうの感情のあれでまあ言うのはええけどあと嫌な本人も戻ってくる時にみんなとこう目合いますからねもう視線がもうそこに集中してるの分かるやんかやっぱりやめた方がええなっまあ同じことを伝えるのでも言い方で全然ねうそうと言って「ちょっとこれ予選と」みたいなことをね言ええのに。 声を荒ら,らげんでもね荒ら,らげんでもいいと思いますよ伝わりますようーん堺の何羽ファイターズさんが見つけたモンスターです、はい、年の瀬に日帰り出張であるところで仕事をしていました、うん、午前中の作業を終えてランチをどこかでしようと思っていたらファミレスのチェーン店を見つけました、うんうん、お店に入ると関町でたくさんの人だかり 待ち合わせ名簿に記入していたら数分後に私が呼ばれ店員さんが「相席でもよろしいでしょうか?」と聞いたので、うん、私はいいですよと言って案内されました 2>,、うんうん、2人がけか4人掛けのテーブルに案内されるのかと思ったら奥の方にある78人座れるファミリー席へ案内されました、うん、そこに座り横に誰が来るのかと思っていたら、うん、おめかしをした家族6人。うん その日はお子様の誕生日らしく店内に突然「ハッピーバースデー」の BGM が流れ食べていたお客さんが一気に私の座っているテーブルに注目し作業服だった私はたまらず顔が真っ赤になり恥ずかしくなって何もオーダーせずに店を出ましした後日ファミレスチェーーンンのの本社へへ電話ててこの件を苦情センターへ行ってみました。対応した社員さんから大変申し訳ございませんでした。 と同じ件で何件もあったと謝罪され気持ちは収まりましたがああ、うん、一番許せないのは自分をあの席へ案内した店員さんのモンスター対応です、うん、今でも怒りを覚えておりますどんなつもりでその席へ案内したやろうな <laughs> いやほんまね <laughs> 考えりゃ分かるやろ大体 <laughs>、ね、センスですよねセンスですから、ね、もう全てが昔ね 深夜のファミレスに行って、うん、座ったらあのー、まあ78人の、うん、もうヤンキーう,ん、うー言ってるんですよ、うん、まあまあ別にまあええか、うん、で僕は食べてたんですね、うん、ほんならまあ他にもいっぱい席あるんですよ、うん、その横にまたヤンキーを連れてきよったんです別グループの、うん、いやいや 揉めるでと。<laughs> どう考えても揉めるやんみたいな。今んなもう案の定ねえみたいなって、いやそれはこいつ悪いわ。もうちょっと離れたところでもも,もしかしたらなってたかもしれない。なそれを真横やったら <laughs> どうぞ喧嘩してくださいみたいな。そうなんですよ。へ<ー>その辺のセンスのなさというか。おうおう みんな思ったもんそりゃそうなるわそやなやっぱ接客業で一番大事なのはそこやでそこただやりゃッチも違うからねこれはそことそこ合わしたあかんやんとか相席でもやっぱりもうみんなもう一人ずつ来ててっていう人らの相席の言うたらテーブルを作るべきやと思うんですよ だって向こうのその誕生日の家族も気使遣ったと思うんですよ。ほんまやなこの人でね、てねかすんませんと思いながらそやなそりゃ怒って出ていくわも注文をせんとってなんでと思ったけどいたたまれんわなそりゃ出ていくですよほんまやなそういやモンスターそのさっき駐車場の話したことで思い出したけど客のモンスター見てそれんでそこで駐車車車止めようと思ったかっていうと あの九条ネギを使ったね美味しいうどん屋さんあるんですよよろず屋さんって言って有名な、うん、もううどんが隠れるぐらいの九条ネギ切ったやつがぶわ一面にあって<う>でおろしたあの生姜、はい、トンってのっけてでそれ美味しいね、はい、えでもちっちゃい店やからまあせやなテーブルが4つぐらいしかないかな4人掛けがだからちょっと行列になってたんやけど、うん、まあまあこれぐらいやったらと思ってそしたら「 前が7人家族やったんですよ、うん、東京弁もう下町の東京弁のおじいちゃんおばあちゃんそれ、うん、でえっとその多分娘と旦那さん婿、うん、と娘その孫娘が3人、うん、で7人やねんねこれで待ってたけどなかなかそん、まあ、あかへんやんか、うん、30分ぐらい待ったんかなでもう順番にご案内しますから7人いっぺんに無理ですから、えー、最初じゃあ、えー、4人 テーブル一個開きましたから「うん、4人どうぞ」って言われる直前におじいちゃんはあの足が悪くてあの要はリアン乳母車みたいなやつを押しててそこに座れるようにもなってるやつ、はい、で座って待っててななかなか待ってこねえんだよなみたいなことで「うん、たださしょんべん来てんだよなと」とかって言ってて <laughs> そうしたらもう。 ちょ,ちょうどええ感じで1分後ぐらいにそこの店のおばちゃんが出てきて「はい、4名様空きました」はいえと「7人のお客様の最初4人の方どうぞ」って「おじいちゃんよし」って言ってその椅子からビュッと立って「はい、さあ」ってその、えー、台を使って歩き出した、はい、ゆっくり。ほ、はい、したらその言うたらおじいちゃんおばあちゃんの娘おるやん、はい、娘とそのだから孫娘3人が「先入れよ」って それさあと残されたのはじいちゃんばあちゃんとうやん当たり前のようにそのおじいちゃんばあちゃんの娘とその孫娘3人が普通に入っていってん。ほでじいさんはいやあのさしょべしってんじゃな思っな。 もう川さん、爺さん、前におたんから、その後、ま五、あ、分ぐらいで通されたけど。気の毒な家族の中のモンスター。その爺さんの日頃の行いを見てないので、<laughs> 何とも言えないんですけど。うーん。 まあなあそれを話したらそのね娘さ,の娘さんと孫娘さんが「何言うてんのこのじいちゃんもむちゃくちゃいないから」って <laughs> 言い分はあるかかも,かもしれん,ん確かにね待ってる間にね、はい、先に出てきたお客さんにね全然まあ水知らずやんか、はい、関係ないやんか、はい、なのに出てきたお客さんに「うまかったかい?」って。 いちいち聞いてなんかすごいフレンドリーに話しかけてるからこっちは初対面やからこのじいさんおもろいなーと思って見ててんけどまあ確かに孫娘からしたらそうかな、うん、<ー>何度かトラブルもあったと思いますようん,うん <laughs> じいさんも気ぃつけないさかそうですね、うん、ええー 岡山からいただきましたおりゅうさんが見つけたモンスターです、はい、年末年始の休み以来主人58歳のおしっこのタれンが気になり始めました前から少しはありましたが今は毎日 便器の前の床にポタポタと垂れていてまたそんな私はトイレに行くたびに床を拭いていますめちゃくちゃ腹が立つのですがプライドが高くまだ若いと思っている主人にどう伝えたらいいのでしょうかう山博さんやスッチーさんならこんな時どのように言われたら傷つかないで気をつけるようになるでしょうかなんう まあ本当一歩前って書いてますよね。一歩前。れの意味全くわからなかったんですよ。でもあのいやたらとベタっとついてやる人もいるじゃないですか。ああそうもう完全に隠れる感じでね。もうするなんやろ見られたくないのかなとか。あれさでも服とか汚れの。そうなんですよ跳ねるでしょ。そうそうそう。だからまああそこまでつけんでもだいたいそのね下に受け口っていうか受け皿的なものがあるじゃないですか。 でその高さというかその出っ張りよりもちょっとでも中入ってりゃそんなに垂れても垂れないです、うん、落ちないい落ちですよねだからそのシャーッとこう放物線を描いてね、うんうん、尿っていうのはこう <laughs> 下に落ちていきますやんそうですね,ねでもその勢いがなくなってきたらこれはもう入りきらへんぞっていうはい、はい、その距離感分かってないんかなその時に ちょっと前にに詰めたらめ、うん、絶対にこぼれないほんでまあその時に詰めるぐらいだったら最初から詰めとかんと、うん、動いたら大変じゃないですか。えー、ナンバーグランド花月のね、うんあのー、芸人さんがするトイレがあるんですね、うん、1234つ並んでるかな小便器が。やっぱりその入ってすぐのところが一番人気なのかな、うん、まあ一番近いっていうのもあるんですけど。でしょうね。 ここでおしっここするやつどんだけおしっこ下手やねんっていうぐらい僕毎回入ったらまあもうおしっこと言い方じゃなく「小便って言っちゃうんですけどその時はもう日常ですからバー入ったら「どんだけしょんべん下手やねん」言いながらいつも。 番番目毎回しょんべん下手や言うてそこ避けだってもう踏みたないからもうね床の色変わってるんですよそんなにはいでいっぱいこぼれてるんですよいや気づいてってもう毎日やから多分本人じゃなくても来た時に前の人でもそうなってるはずなんですよはいはいはい来ないのあんねや 心あかんなと思って前行きゃええのに何なんやろなってそれ複数ではなくって一人の人人なんじゃ一 <laughs> であんなならへんと思いますよでその一人はもう確実にっていうか毎回一番手前使うってうことにも決めてて朝一番来た時にトイレ使ったらやる。でもほぼほぼぼ 下手やからとっ落ちるだから何人もの人間のが漏れたんじゃなくって一、うん、人の分が漏れてるんじゃ一ん。であともう一個推理はあのー、来ましたボタボタと折ってる、うん、2個目3個目行きゃええのにもう絵は端っこでええねん近いし、うん、と思って用を足すんですけど、うん、その水たまりがあるからちょっと近づけずに距離を取ってやる。 うん、ほんな継ぎ足し継ぎ足しでまたそこに落ちていくっていう距離取ってる分ね、はい、<ー>もう創業100年ですぐらいの継ぎ足しになってるっていうあ年季は入ってるけどもい,いやでもあれ掃除のおばちゃんも言うてる思うわ「どんだけ照ン下手やねんこれ」<laughs> <て> <laughs> 掃除のおばちゃん言うのは分かんないけどな。<laughs> いいや僕も思いますもんでも確かに4つ5つ並んでたらこぼれでないところ選ぶん。綺麗な方ねあれはあのトイレのマナーは本当に話し出すと長くなるので、はい、皆さん気をつけてください <laughs> 全然そう感覚が分かんないんですけどなんで自分で拭かへんのかなっていうところですよねご主人もね,ね人も気づいてないんですか、ね、そうやなこういうふストレートに言うのが一番ですけどね気づいてないのかな いいと気についてない。あの手洗わない人と一緒ですよ。もう普通に見ない。振り返らない。何にも考えない。振り返らんよな。次入った人の角度からやとちょっと光加減でうわ落ちてるって。そうやな。一回ねマジで怒ってえと思いますよ。毎回拭いてるのは私やねん。そうそう。よそ言っても恥かくからね。アンナさんはね。はい。本当に。 気をつけましょう尿 <laughs>、はい、もれにも。えー、以上町モンンスターハンターーハでした、えー、それでは、えー、一曲ここで聴いていただきます。今日はですね僕もこの人と長い付き合いなんですけど安住恵子さんという女性シンガーでして、えー、東京に、えー、ずっと拠点を置いて、えー、歌っておりまして今からかける曲は焼酎の,のコマーシャルで。 はい、流れてましたのでね、昔<ー>今もたまに流れてるのかなあの、あーあーっていう人いるかもしれませんが、えー、聞いてください「安住恵子手紙山本社交クラブ」<ー>今週もこういうのくるかなはい、ね、このコーナーはこのコーナーですからねそうですね、はい、えー「さっちゃん、はい、独身30歳女子」からいただきました。はい 突然ですが古川さんがおっしゃっていることは本当だと思います、ね、女性は30歳手前で目が覚める説です <laughs> 私は25歳から28歳の間既婚の男性とお付き合いをしていましたうん、うん、18歳年上のその彼は高身長で紳士的物腰柔らかな印象で素がエネルギッシュに仕事をこなす人でした、うん 交際が始まった時には彼はすでに別居中で奥さんとの話し合いも重ねていたようなので正式に交際できるのもそう遠くはないと考えていました、うん、でも状況は変わらないまま交際4年目を迎えました、うん、私28歳、うん、この時自分の心境の変化に気づきました彼と連絡を取る時も会う時もどこか悲壮感が漂うのですうそうですまさに目が覚めた瞬間でした 目が覚めた私は彼に別れを告げ婚活を開始しましたそして開始して3年目30歳の冬結婚相談所の紹介でついに新しい彼氏ができました<う>その彼は11歳年上まっすぐな心を持っていてとても親切な人です、うん、私のことをとても大切にしてくれます、うん、これから彼と一緒に過ごす時間を大切にして結婚に向かって前進していきたいと思っています なるほど。ん報告やね。ありがとうございます。報告 <laughs> や,やと。<laughs> はい、なるほど。目が覚めたと。<laughs> やっぱりそれは正しいんですね。そうですね。三十が見えた時にあれ、うん、と私のこの貴重な二十代の時間をこんなにえ益らへん人のために使っていたのかと。うん、でも決してそれは。 まあ,あ<の>無駄な時間じゃないんだいということ、ね、幸せな時間もあったしうん、うん、勉強にもなったし。うん、そうやね。はい。そこがあったからこそ今の彼氏にも出会えたと。なるほどな。はい、ということはそこをちょっとずるずるっといっちゃうとなかなか大変だということですよね。三十。三十なのに三十が見えなかった場合。うん、はい。それはあるやろうね。うん、だって今までもさ。 十何年ととかかいたもんね現在進行形だからどっかでどっちかに振り切るんですかね「えいもうこのままいっちゃえ」「ここまで来たからこのままいっちゃえ」「もうこれこの状態でもいいんやってこうバチンと振り切っちゃったらもうそれはそれでそれを考えるタイミングって絶対ありますからだからそれが30なんですよね。 まさにさっちゃんや、はい、ね、よかったやんかんそうですねね今のい,いい報告を, <laughs> 報告をね頂きましたね。はいはい またアドバイスをいただきたいことが出てきたらその時にはお便りいたしますとかなんかあるかあのトイレのことでいろいろいやいやもうええわもうだいぶ熱く語ってくれたからトイレのコーナーちゃうから今もちょっと終わってますんでまあ十一歳年上ですからあのトイレの問題も早くいろいろ出てくるかもしれませんそういう時には漏らしたりとかしたそうですねどうしたもんかまたお答えいたしますよろしくお願いいたします 続いては、こう住所を言わんほうがいいかな。歯抜けロンゲ。歯抜けロンゲさん、うん、男性の方です。うん、今から六七年前の話です。私はバンドマンで、当時四十歳でした。バツイながらも、自分の好きな音楽と独身生活を謳歌する日々を送っていました。うんうん、ある日、同じように音楽が好きな会社の同僚から。 音楽が演奏できるバーがあると教えてもらい、うん、一緒に楽器を持ってそのバーでのジャムセッションに参加しました、ね、全く初対面の方とも楽器を通じて意思疎通ができるこの空間を心ゆくまで楽しんでいました、うんうん、そんな時これまで話したことがないような美人の方が私に楽器すごくうまいねと話しかけてきました,来た,来たぞ彼女がいない私にとってはまたとないチャンス 頭の中にある数少ないボキャブラリーから話題をひねり出し閉店間際までその美人と会話を楽しみました、うん、お互いメールアドレスを交換しその日は何もなく終わりました、うん、翌日私からメールを送ったことがきっかけで、うん、その美人の方と毎晩チャットできるようになりました、うん、その会話の中で私より2つ年上の42歳であること、うん、同じジャンルの音楽が好きなこと 学生時代の話そして現在は結婚していてその旦那とはうまくいっていないことなどなどが分かりました,た,た,たその後何度かデートを重ねましたが、うん、相手は既婚者、うん、好きという気持ちがありつつも冷静にならなくてはと自分に言い聞かせていました、うん、しかしデートをしない日もチャットで話し彼女から先にアプローチが来るようになるともう抑えきれず ある日、また2人が知り合ったバーで飲んだ後、正直な自分の気持ちを伝えそのまま近所のホテルで一線を越えましたそれからは会うたびにそのバーを拠点に周辺のホテルで彼女とのひとときを楽しみましたちなみにそのバーは彼女の自宅の一駅向こう旦那の職場もそこから徒歩圏内という場所 いつ彼女の親族や旦那と会ってしまうかというスリルも味わいながら楽しんでいました何そして私の彼女に対する気持ちが頂点に達した時、うん、もう旦那ではなくこっちに来いと自分のところに来いと伝えました、はあ、しかし彼女は自分には帰る家があるそれは今の旦那のところだと言いました、うん 現在の自宅の資金を半分出しているのでその家からは離れられないということでしたあそういうこと私には意味が分かりませんでした <laughs>、うん、というのも彼女は私と一緒にいたいというのを常々聞いていたからです、うん、また旦那には愛情はない惰性で一緒にいるという内容も言っていただけになのに旦那と同じ空間にいて同じベッドで寝ているという感覚が分かりませんでした、うん そんなわだかまりを抱きつつ彼女を愛する気持ちと彼女とのエッチが忘れられずずるずると関係を続けていました付き合いだして半年を過ぎた頃から毎回ホテル代を払わせてしまっていたので今日は私が払うわということがたびたびありました、うん、おそらく彼女なりの思いやりだったのでしょうが、うん、その時の支払いを旦那と共有しているクレジットカードで払っていたのです、えー それなら自分が払うと私は言いましたが彼女は「旦那はそんな領収書とか見ないから大丈夫」と言ってそのまま支払う日もたまにありましたうん、うん、そんな日そんなある日彼女の口から「所詮あの人は ATM やし」という言葉が出たのです、うん、その言葉を聞いた瞬間どこかさーっと冷めていく自分に気がつきましたこのまま彼女が旦那と別れて私と生活するようになってもお花畑の期間を過ぎれば 同じように思われるかもしれない、うん、そんなことを感じてしまったからですそれからは彼女から私に投げかけられる甘い言葉を聞くたびに旦那さんに対して申し訳ないという気持ちがどんどん大きくなってきましたそしてその日から一ヶ月足らずで別れることにしました別れた日はクリスマスイブでした別れてからほぼ一年経ったお正月私のバイト先に彼女が 笑顔でで来たのです新しい彼氏を連れてその新しい彼氏もやはり同じバーで知り合った男性で私の友人でもありました、えー、旦那と別れたのか確認しましたが「それはもうええやん」と言って答えてくれませんでした現在もその男性と仲睦つまじくしていることから彼女は彼女なりに幸せにやっているのかなと思いつつも。 もう少し自分が我慢強ければ彼女とこんな風に一緒にいられたのかなとも思う今日この頃です <laughs> <ん> <laughs> なかなかですねなかなかやけどなかなかですよなかなかやななかなかです、まあ、計算高い女の人ですね、うん、完璧はぬけロンゲさんは別 <laughs> だはぬけロンゲだあの別れてよかったじゃないですかいはい 気づいて良かったです<ー>。気づいて良かったよ。やっぱりそういう人やったんですよ。うんだってね。はい、ちょっと神経わからんわ。<ー>最後のくだり。はい。うん見せつけに行くんですね。すごいなこの人。う そもそもそのまあ言うたら浮気する場所が自分の家のいやもうだから性格完全に男でしょこの女性カードはもう大体バレへんやろっていうのとかうん女性ってこんなん絶対しないすごい気にしますよね,ね足つくようなことはしないでしょうねうーんカード使わへんと思うカードなんてね, <laughs> ねこういうことしょるなうんまあほんまに、うん その旦那さんとはもう仮面夫婦でもし仮に浮気してることがばれたとしてもまあさほど乗り切れるわぐらいの感覚でおるんかもしれないいや旦那さんと結構うまくいってて疑われもしない旦旦那は旦那はでちゃんとうまいなんか仲良いをやってそうな気もしますよだから旦那さんも気が付かない。ってことは完璧にやってるってことう まあ女の人って完璧にやるとかってね誰か前言ってたなでもカード使うあたりとかすごいなすごいなかなかですのそのチェックしないっていう、うん、もうなんか分からんけど確信あるわけでしょ <laughs>、はい、とかねいやそのねバーの近所のホテル、うん、でその 近くに旦那さんの職場あるとかるいやそんなとこでしてたらばれるでっていうばれ、うん、たらばれた時でしょっていう感覚がすごいと思うんですよね、うん、そうやねだからだからその家の権利ちゃうわお金もう出してるんでしょ。つまり旦那さんとは対等やねん私、うん、っていうお金の面でも。うんうん があるから乗り切れるってっぱ思ってるてっん違う、うん、でまあ旦那の方もいろいろ今まであってだから私がもしバレっても1回ぐらい「何なんな?ん」っていう <laughs> あったやんちょっと前にそういう人いたやん。でその辺のことを結構喋ってるでしょ そのいや旦那とも全然とかってあんま普通は多くは語らないと思うんですよねその<ー>うまくはいってないのよ、うんうん、でもそれ以上そんなに喋らないと思うんですよねでもそれもべらべらわしってるうんやっぱ冷めるんでしょうねうん、うん、ほんまにそのこの男性からしたらなんやこいつっていう,うんあんまり確かに聞きたない話はねうそういうことって。そこはね ATM やわとかね旦那のこと ATM やしだからほんまんかこいつ性格めちゃめちゃ悪いなってなってきたんでしょうねなってくるよねだんだんねであげくねいやでもその彼氏を連れてきたのを見て腹が立つんじゃなくて自分ももうちょっと我慢してたらこんな感じで続いてたんかなちゃうてちゃうてハヌケロンゲそんなことないってだからそれはしばらくしてからちょっとわもっぺんぐらい そんなしとけよかった。なぐらいの話、ね、が大きくなってきたからた。それが大きいんやろね。<ー>またそういう点での未練はあるんや。うんうん すごいでも四十二でめっちゃ綺麗な人なんですよちょっと弱いわいや相当綺麗思いますよそうですだからね小悪魔を通り抜けても悪魔ですよね大悪魔じゃん。大悪魔になってますよねお金も自由に使えるから綺麗にしてはりますよこれはそうでしね。うねそんな魔女やな美魔女やろくでもないんやろなこいつでも 見せつけに来んなよ、もう。友達でしょ友達。<ー>その辺どう喋ったんやろ友達知ってるよね。知ってるでしょ。しい彼は。うーわー。いや、どうやろう言ってないかな。言っちゃってたら、ついてこないでしょう。私、はるけど。だから友、友友人とはいうものの、そのバーでちょこちょこっとぐらいの。あ,うん、あんまりプライベートのことを、うん、そこまで話さない。 どうやろうあそこかはぬけロンゲさんがその時点で言ってたかどうかですけどねでもどっかで言うな黙ってられへんと黙ってられへんと思うこの男はねえいやあの,この女の方が女,女の方が<だ>私あのこともちょっと付き合っててね、えー、そのかなりも重ねてからあすぐには言わへん あいつこんなやったわって私何回かホテル代払わされたでとかさっていうことになってんねだね。よかったって。ねいやこんなね。ほんまに割といてダメですよこのタイプは。あい女やで。まあまあ一時期楽しかっただけでも良しとしましょう。まあそうですね。綺麗だよな。今日十二歳か。えめっちゃ綺麗だと思いますよ。 歯抜けロンゲってどんなんやろな <laughs> <ん>そこは引っかかりますけどね歯抜けてる分毛は伸ばしとこうっていう <laughs> ああなるほどな <laughs> だから毛ない分歯ちょっと伸ばしたらいいんですよやシャゃ伸びるかよんなもん <laughs> <laughs>、はあ、いろんな色、ねん,ね、んな付き合いがあるなほんまに まあ、あのさッちゃんはどうぞお幸せに、ね、はいうん、掴んでください、うん。嬉しい報告ありがとうございました。はい。以上、山本社交クラブでした。ピカイチ価値観調査、これどうやね。よいしょー。しょーありがとうございます。早速参ります。大阪市旭区から頂きました。爆音太郎さんのどやねんです。はい。 会社のトイレに行きましたまたトイレかよ <laughs> ああ私はショーの方でしたが <laughs>、うん、大の個室から、うん、ブーッと何度も盛大に音が聞こえてきました確かにトイレなので出していただくのは結構なのですがそこまで思いっきりするものなのかと驚きましたうん、うん、不可抗力のおならは仕方ありませんが、うん、音に関してはある程度調整できるのではないかと私は思うのです。 自宅ならまだしも他の人も入ってくる環境でそこまでおならをぶちかますのはありなんでしょうか<笑><笑>古川さんもいる中で聞きにくいのですが会社や講習のトイレでのおならは A 気にせず思いっきりやる B できるだけつつましくやる<笑><笑>いいですか、はい、さあどっち、うん、せーの B あらエイ <laughs> いますよ。やここはエイ生かしてもらいましたわ。はい。確かにこの前の話でそんなに僕人前でおならってしないと思うんですよ。うん、はい。そこはデリカシー保ってる方。<laughs> はい。そスッチーも言ってた。はい。そそうなんですよ。はい。ただあのー、あおなら出るってなった時に、はい。そのこういうスタジオとかやったら絶対しませんけど、<laughs> はい。はい、トイレ入った時は、うん もうやっていく感でもあって、うん、なおかつそこでもう辛抱してると、まあ、体によくないんちゃうかなって僕は思ったんですよだからそりゃ20発も31発も打ったら怒られるけどもちょっとここは一発させといてくれっていう意味で A を選択しました。はあ、でも僕はほんまにあのー 聞こえるるってかかじゃないですだからちょっと恥ずかしいというかエチケットというか自分一人っていう時ぐらいですね誰もいない家でも家でも家族に聞かさないようにしてますでもトイレトイレでもトイレで聞こえへんやろいや結構あのあ前歩いとんなとかって分かるじゃないですかそんな時にはあえてタイミングずらしたりとかつまり気配感じる時はやめ そうなんですねだからもう,もう僕もしないんですよ、うん、しないけどあのそれこそ水を一緒に流すとかああそういうのいりますね、うん、はいとかね、うん、なんかやりながらですけどちょっと一発、うん、もうガス抜かしてっていう時ね、うん、女性ってどうなんですか女子は,もう,はもうない,ない話ですないかもう絶対ないです女性はしません それは出ますよ、人間ですから。あの、その、例えばトイレでね。よそから、まあ、あの、古川さんは、もう、そこはしませんよと。はい。言ってますけど、<laughs> <ん>その、よそから、おい、すごい名前っていう。 あのい,いるかかどうかってことそれだからもう何やろう出ちゃう時ってありますよね出ると思って出るんじゃなくって出ちゃったっていう感じなんやろうなっていうのが分かりますけど、うん、基本女性はショーでも音消しのなんかします<ー>流すか。あ,<ー>あの 音姫とかね、流水音を押しますから、まあ、んま聞こえることはないですけど。それをも超えてくるのがなくはないですけど。極力。努力します。りんご姉さんに聞いたんですけど。そんなこと聞いたか。なえなえ。先生のもう、トイレでな、まあ、名前こそ言われへんけども。すごい人おるで。わあ、はい、できて、まあ。わあ、わあ、わあ。 そんなおならあるかすごいないわそんなそこまではないよだから女子って気抜いてもうどうでもええわって思ってる人はするんですよするや僕昔学祭でトイレ入ったんですね芸人さんよって貼ってあったんですで他の人は使わないでねって でそれが女子便所を解放してたのかな、うん、で張ってるにもかかわらず間違えて入ってこられたことあるんですよ、えー、僕はトイレしてたんです、ね、はいはいはいで芸人さんよって買ってるからほ、うん、うん、なら学生の女の女子バーン入ってきたんですよ、うん、うわ嫌や,やなこれ今男の気配出したら向こうがキャーって言うんちゃうのみたいな嫌、うん、や,やなと思って、うんうん、でもそらそや よう考えて俺が覆ってる向こうが街が覆ってる、うん、と思って普通に覆ったんですよ、うん、ほんなもうその子もそうですかバーン入ってきて携帯で喋りながらうん今芸人来てね <laughs> 学生ね、うんそうやねプチちバンバー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 バババ <laughs> ガラランうわむちゃくちゃやなとその子はべ別のトイレだつまりスッチが入ってるトイレの扉が閉まってるから、はい、誰かいるってことは分かってんですよ なっ、はい、やのに構わずやってん、ねうんうんはい、だから芸人さん専用っていうのもまあ多分見落としてますそうやろ、ね、ない、うん、ほんで多分うわーやって出てからも多分気づかずにいってますわ、うん、行ってるわ、うん、こっちだけいやどうしようと思って嫌な思いして何やこれって出て出たの、はあ、でも女の子でもやっぱいるんやねそうやって、うん、います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 よ、うんうん あのまあ、女子校とかね、うん、っていうとまた違うでしょうしねうはいそれは女子大に行った時にいろいろ衝撃をあ女子校ってこんな感じなんやと思ってまあいそうか教室であんまり見えへんねそれはね、はい、全然授業中はんはーんってあ女子校は授業中、ね、花かむんやと思って。 いもんやないもんですねそこで鼻かんでんのに男子の前やったらコロッて変わる子が一番怖いですよね結局でも大なり小なり女の子はそんなんあるんやあるにしてもやっぱそこの差があんまない人の方がいいな鼻かんでて男子の前でもカンカンやったらなんか男前やなこの子えなって思うしもう女子の中でもちょっと恥ずかしがりややったらもうそのままじゃないですか男子の前でもみたいな。 男の前ではね清楚な感じでね「おならなんかしません」いう顔してるここに限ってそうなんかもうおならは素直とは言わん「せやけどそこまでバレバレバリ」はあかんぞと仕方があるよねはいもう違法改造してんちゃうかいうぐらいのバレ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 そんなこと使った相当たまってたやろなそれは。 でもなんかあれうまいことコントロールっていうかなんでおならって出るんでしょうねいやだからね僕もさっきエあげてねやるときにあの思いのほか長い音の時なんですよしかもかんだかよとはだからあれでしょう <laughs> ピーってねピーっていうあれは恥ずかしいね, <laughs> ねあれはだから変にこうすぼめてるから 高温出ちゃってるんですよだから最初にパッとある程度パッと口開けるんですよパ、うんうん、ッと開いた状態でハッともうパ <laughs> っと抜いちゃう最初にちょっと漏らす、うん、だから最初にパンとある程度その抜き方が間違えていきなり行ってしまうこともありそ,それはもう力加減力加減 だってもうそんなんてもうグって息んでるから出るんやんいうぐらいのバリバリあるじゃないですか、うん、だから一発目だけパンっとこう <laughs> あなるほどなポンパン <laughs> えっとクラクション鳴らすのも最初はパン、はい、パンパン、うん、でそれでも分からへんかったらパーンって鳴らすだから力任せに最初からしないで、うん、最初だけ「コッ」って言うってあと、うん、はもうだから千葉真一さんの感じです「コッ」 <laughs> いやそれそれ今しゃべりながら思いついただけや <laughs> 自分えやいしやいくらトイレット博士だいや,やそれが今思いついたやろ <laughs> 見逃しませんな <laughs> 当たり前やいやっていうかそやけど力加減って言われてもこれは、うん、ふ,ふって言ってだからちょっとだけふって開く感じ、うんうん、ねだからでピーってなってるから <laughs> それ<や>で無理にすぼめてるから長いんですよ、うん そうそうそうだからある時ピーって鳴り出したから左のケツをグッと引っ張って解放しようと思ってそしたらもうすぐにポンって全部出るんやと思ってそ意外にそれでも長かったのね音変わっただけピーあもう終わりや話ばっかりもう今日何分 <laughs> トイレの中の中話したのこれ1時間半らね来たよ結構長かったです。えー <laughs> ならかうんいやこれでもね結構深刻な問題ですよ年とともにねコントロール難しくなるしねもうしゃあないって何回か恥かかんとそうですねでほんま体に悪いからねためないためるとねためると悪いからお腹も張ってきますしそうですね 効率よくファンとこう気持ちよく出せるという練習をね。うん、あ、そうなんですよ。うん、だからそうそうあの便秘とかあったら大変よね。うん、それが解消されたら、うん、だいぶ毎日気持ちいいね。うんうん そうだからやっぱりその日の朝に今日のおならの匂いどれぐらいかって確認すべきですよね。あ、うんた確認すること。こん <laughs> ならある程度の人のところでも出せる。これは今日は少量でもまずいぞとか。うん、確認する毎朝、ね。もうさ最初確認せって言われたこと忘れたよ。カゴ <laughs> <認>トイレの話で終わった。一一どんな話なんだよ。いい <laughs> <laughs> えどうも今日もお疲れさまでした,でしたもう夜も更けてまいりましたが、はい、どうなんでしょうね1時間半の番組の中で1時間近くトイレにまつわる話を繰り広げるというのは、はいはい、ええー、大人がね、うん、まあまあトイレ特集はい、はい といううふな捉え方をすれば大丈夫でもなかなか人にできない話なんでそれは言えますせきららですよねある意味っては結局はやっぱり毎日することですしそうですそうです生きていく上でそうなうのだ大事な問題ですからね大事ですからじゃあやっぱりタブーはなしということで本当に皆さんから頂いたお題というか悩みでこの番組はもう包み隠さず自分はこうやということをこう 突きつけてみんなで、はい、そ,その上で一番いいスタイルを、ね、作っていくということでね、はい、トイレはまあとりあえず一区切りあそうですか 先生だいぶまだでもそんな話になったらちょこちょこ小出しにはしてそれはまあそう先生引き出しがいっぱいありますねで便座の裏だけは気を付けてくださいねさすがそう跳ね返りはあるもんねありますありますそれが時間経つと乾いちゃう乾いちゃううんこの人掃除してないなってすぐ分かります色で分かります見かけきれいにしていてもそういうところで人間っていうのは分かってしまうので気をつけようという。 会でございました次回はお風呂なんかもいいかもしれないですねお風呂もお風呂も正しい入り方もうお風呂はもうピンクカビがついてるようじゃもうアウトうわーあれすぐつくねんなすぐつきますけどもう信じてつくねんなどこまでいっても汚れからは貼られられない百均でこういうヘラ売ってます水をかくあれいいですか それれででどこくうすか床をシャッシャッシャッ壁シャッシャッって切っとくと全然ちゃいますへでもそんなことしてそれは当然お風呂から出るときに出る時ですやるんでしょ風邪ひくからそんなもん出かかもう慣れてきたらもうササさサさサッ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 サやってサッ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  うもう1本ダメにしたんやからさっきボーン取れてもて 2>, <laughs> 2本目二本目まあまあ100均やからね、はい、備えたいさ出費でもないですよわ、うん、かりましたじゃあ来週はこの辺りから <laughs>、えー、進めたいというふうに思います <laughs>、はい、また来週もこうご期待 <laughs> <laughs> お疲れ様でした